どうも、いわく横浜本店店長の堀です。天沢です。はい、ということで今回もですね、はい、前回に引き続きトゥールビオンシリーズですね。はい、前回は、ショルダーバッグ、今回はクラッチバッグのご紹介ですね。はい、また雰囲気が全然違いますね。そうですね、はい、今回のクラッチバッグもね、今まで出てたクラッチバッグとはまた違う商品になってますので、また詳しくご紹介していきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、では紹介していきたいと思います。はいはい、まずですね、こちらビーズリーの型押しがされてます。でショルダーの時も話したんですけど、まあ、パッと見透明だとそんなに目立たないんですけど、まあ、近づくと、まあ、さりげなくペイズリー柄が見えるタイプになってますね。はい、ちなみにこれお色は何色でしょうか？これはネイビーになりますね。結構渋めなネイビーですね。そうですね。そしてこのクラッチ特有のこのストラップですね。はい、そしてちゃんとここにも油白の文字が入ってます。なのでこう持つのももちろんいいんですけど、個人的にはこのストラップにこんな感じで手を通して持つのがおすすめですね。では内装を見ていきましょう。開くとこんな感じですね。で肩待ちがついてます。思ってる以上に容量は多いですね。そしてガバッと開くんですね。そうですね、まあ、書類とか入れてもね落ちないし、はい、道の途中で開けて物を取り出したいなって思った時に、うん、取り出しやすさ全然違ってくるなと思って、落下防止のパーツいいなって思いました。で大きめなポケット、ここにちょうど長財布が入る大きさですね。で小さめのポケットが2つで、こっちのポケットはまあ2つ折りがちょうど入る大きさと、であとスマホね、スマホがちょうど入ります。でこっちのもう一つの小さいポケットはちょっとマチがついてるんで、ちょっとキーケースとかって分厚かったりするので、まあ、それ用にこういう感じでキーケースをすっぽり入る。お、ジャストサイズです。はい、ジャストで入る大きさになってますね。そしてですね、真ん中にまだスペースがありますが、こちらはお、はい、iPad がちょうど入る大きさです。で 10.2 インチまでの iPad が入りますね。iPad を入れてもまだ余裕ですね。そうですね。で、まあ、一通り財布、キーケース、iPhone、iPad で、この状態で閉めるとうわさ的にこんぐらいですね。あ、でもそんなに膨らんでは見えないです ね。結構ね、それでも薄いです。さあ、というわけで一通りね、紹介は終わったんですけども、まあ、ちょっと実際画面上だと、まあ、どれくらいの大きさなのかっていうのがちょっと分かりにくかったりもすると思うので、今既存のねバッグと、まあ、ちょっと実際大きさ画面上でちょっと見比べてもらおうかなと思います。はい、はい、で YLM シリーズと比べるとこんな感じですね。ほぼ変わらない大きさですね。そうですね、違いといえば開き方ですかね、カバンの、うん、私堀一押しのこの絞りのサコッシュと比べても形は同じですね。そうですね、大きさ変わらない、まあ、素材が違うくらいですかね、うん、そうですね、これ鹿の皮使ってるんですよね。そうです。 YLO のクラッチと比べるとこんな感じですね。さっきまでのさっきまでの2つに比べるとだいぶ大きくなりましたね。はい、後ろから見てても、あ、結構大きさ一回りか、うん、それくらい違うなっていう印象です ね。最後アードオブフラワーのクラッチですね。これは大きさかなり違いますね。そうですね、まあ、これはノートパソコンを入れるようにね、作ってるバッグなんでだいぶ大きいですね。もともとがもう大きい作りっていうことですね。そうです。となると油白のクラッチバッグの基本的な中間の大きさっていうのが YLO シリーズ。そうですね、それを基準に考えてもらえると、それよりも小さいのが こっちのシリーズ、大きいのがこっちのシリーズみたいな考えてもらえると分かりやすいですね。だいたい YLO から一回り大きいか一回り小さいかくらいですかね、うん、そうですね。はい、というわけで以上になりますね。はい、ストラップでね、手軽に持ち歩きたいっていう方にもおすすめですし、iPad を入れてもね、かさばらないサイズもこれがちょうどいいと思うので、あと傷があんまり気にしたくない人ですね。そうですね、うん、ペイズリー柄でね、肩押ししてるので傷も目立ちにくいですし、まあ、そういった方におすすめですね。今日大きさ比べもできたの で、まだ店頭に来られてない方も少しだけイメージ湧いたのかなっていうふうに思うんですけど、うん、いかがでしたか？で
でこちら横浜本店なんですけども、第2第4土日営業してますの で、 で来月12月は、毎週土日営業します。で、土日全部僕いますんで、ぜひお気軽に遊びにお越しいただければと思います。私がいる日もあります。はい、というわけで、今日の動画は以上になります。はい、はい、次はボディバッグですね。はい、はい、ボディバッグも素敵ですよね。また紹介しますんで、よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。はい。